こんにちは。公式がネクロのゴールドを追加していません。公開先も動画が非公開なので嘘情報だったりしたんでしょうか。私にはわかりません。なので気にせず今日公開されたカードを考察していきます。ということで今回公開されたカードはこちら。ウィッチのレジェンド、デュアライズエレメンタル。ファンファーレで相手のフォロワーを1体破壊。スペルブーストを1回。進化時効果は手札のスペブカードと同名のカードを1枚手札に加える。そして選択したカードと加えたカードのスペブ回数を同じにする。見た目がプシュコマキア系なので多分強いんじゃないでしょうか。とりあえずシュマエルが強くなるのかな？引けるカードによってかなりパワーが変わってくるカードなので、1枚だけ採用するという形になる気がします。スペルブーストができていないカードを増やす場合、このカードを使うんじゃなくてスペブを5回以上した方が強いし、なんなら雪島でバフをした方がいい場合もあったりする気もします。難しいね。ディフェンスモードが余裕になると思えば便利なカードですけど、反転する翼でいいじゃないってなる未来も見えなくもありません。そういえば昨日ふと思ったんですけど、カオティックエンジェルのせいでデッドソウルテイカーが終わったんじゃないんですか？悲しいね。使わせたいのかそうでないのか私にはわかりません。話をデュアライズエレメンタルに戻します。とりあえず現状スペブで増やして強いカードは、シュマエル、ブレイドレイン、クオン、あとはアングレアのスペルもそうなのかな？デッキから加えるじゃなくて複製ですよね？始祖とアングレアだけ場に出るようにした場合、デュアライズエレメンタルで複製して4面並べると何点出るんですか？5点が2枚に3点が2枚で16点ですか？最強だね。進化で18点なのでクラッシュレインだけで終わります。スペルを回収して20回ブーストするだけで勝ちです。じゃあ次、フェザーストーム、ビショップのゴールドスペル。効果はアミュレットを設置するたびにコストをマイナス1。自分のフォロワーの攻撃力分のダメージを相手のフォロワーすべて与える。ビギみたいなもんですね。普通にうぬえる軸で使えそうな雰囲気はあります。結晶でも一応使えなくもないね。ダイヤモンドマスターで守護突破じゃなくて、このカードで全て消し飛ばして失踪なんてこともできそうです。スカルフェインよりもコストダウンが早いし、最強ですね。スカルフェインくん引退のお知らせです。ってなったら面白いんですけどね。あまり結晶でもウヌエルでも盤面に困ったことがありません。ああ、そうか。新しく追加されるレジェンドと一緒に使えばいいってことなんですかね。あのカードでどうやって盤面を掃除すればいいんだって思ってたんですけど、このカードとセットで使えばいいのかもしれません。鉄壁ですね。そうなってくると新レジェンドはアミュレット軸で使うカードってことになってきて、ウヌエル最強伝説の始まりかもしれません。例えば6ターン目にタウロス2枚を設置しつつ、ちょうど割れて出てくるフォロワーにフェザーストームとかね、そう考えると4コストはかなり強い気がしてきました。サポートカードしか追加しないって連敏してたんですけど、ちょっとだけテンションが上がった気がします。ということで追加された2枚でした。あとはロイヤルとバンプのレジェンドとウィッチのゴールド。そうなってくるとティアを覆す化け物カードはバンプ確定ってお話になるんですけど、この雰囲気だとサポート系できそうな予感しかしません。ユリアスとサポートカードだったしね、予想が外れることを切に願うばかりです。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。